北方こう。よっしゃー、ヒット。あ、もう絶対絶対。もう一回も全部聞きたいと思うから。はい、というわけでビクトリアオータムカップ2回戦、6対1で6対1敗戦してしまいました。もっと点が取れるような形パターンを、増やしていけたらなと思います。あ、次10月は2チームに分かれて出場する。次は自分の向こうさんで分かれてやるんで OK。 じゃ誰か発表しても、向こうさん発表しますか。あ、そうですね。平山さんに発表しました。平山さん、こっちは向こうず。はい、はい、まず向こう、はい、監督、はい、石井、光一、はい、パパ、飯塚、植木、はい、おお、いくいく、強いな。いや、星野、はい、おお、のみ、なしって、ナイスピ、ナイスピ、いないですけど一宮、はい、一宮先休みや、いないけど高橋。高橋いるやん。あ、ドロドロするよ、お前。嫌だし。嫌だし。なんでこれ、ジンちゃん。はい、お、おまじ。上マジか。ゆうまくん。おぉ。エース。おいにぎり。いちいち歩き方モデルだな。ゆっこちゃん。わぁ、やったか。ゆっこちゃん。マジか。あれ、ゆっこさん来た、強いな。これうぇーい、ドーン。あと言いました、あといないメンバーですけど、かすみちゃん、はい、まさきちゃん、ななちゃん。おー、ななちゃんも。はい、以上です。ななちゃんも参加できるんだ。ナイスキャプテン。あ、監督、ナイスキャプテン。近いわ。山口。あ、僕チャッカいてる、チャッカいてる、グッチさん。ちょっともう限界。弱そうだな、もう。ユーポン。弱っ。弱っ。髪型。カサみたいのしかいない、カサ。ユーサク。おい、ユーサクさんそっちだ。ユーサクさんしかいないよ、このシーン。やばいやばい。カサケン。カサケン。エース、エース、エース。エース。4番候補、4番候補。スプリジでいた？萌えちゃん。あ、萌えちゃん。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 萌これでかい。たけしさんは自分から倒していいってことで。あといるのは平山。平山さんも。平山さん。はい。藤井。藤井。あと、よすけ。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 正捕手なんで、後ろ。はい。はるはし。はるはし。はい。あと、ゆらちゃん。ああ、ゆらちゃん、ゆらちゃん。あと、さくらこ。おお、さくらこ。エースなんで。あと、あやちゃん。あやちゃん、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 最後マリンちゃん、あ、マリンちゃん、マリンちゃん、左バッター。だからその大会で俺らが当たる可能性もあるってことですよ。あります。1回戦で当たるかもしれないんで。 OK、 じゃあそんな感じで、また秋10月頑張りたいと思いますんで、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。1回力抜こう。第2リード、前で前で、このぐらいリラックスしてては。あ、どこだ。調子、調子いいすぎて、ダブダブ。勝った、勝った。ゴールで、ゴールで、
ポーズガチ練習バーバーバー。皆さんこんにちは、野球内丸向こうです。そして丸です。そして石君。石です。矢崎スポーツです。上木です。あです。よろしくお願いします。今日は平日暇なメンバーが集まってます今週末に向こうず VS 向こうず第三野球部の大会が控えてます、はい。向こうず同士の、まあ、分裂した仲間割れ、そうですよね、はい、はい、あの2チームに分かれてまさかの大会1回戦で当たるっていうそこに向けた、ガチ練習、活躍が絶対に活躍しないといけないメンバーたちなんであの彼らの俺らのこの努力をね、あのもう存分に見せていこうかなと俺たちはね、どれだけ、ね、全国飛び回ってな、努力してるもんな。おさあ石井君もな、夜勤明けで今日来てくれて、はい、なあ、であの実はホームラン王なんでこの体験で知れんと、そうであの実はあの植木ホームラン打ってないんでゼロですね。はい、そうなんですよこのメンバーの中でちょっと唯一優先スポーツだけが第三野球部なんで、なんで、はい、なんで俺はガチ練習、はい、多分あの一言も喋るやついないと思う、はい、そんな雰囲気でやっていきたいと思います。今日一日よろしくお願いします。でもいい、でもいい。そうでしょ。え、大丈夫？40万入って割れて、なったで。おー、いった。あー！第三野球部としてやばいな。うわうわどう？よっしゃー、ヒット。うまい。よっしゃー。対決してこない。遠からんですよ。おお。おお。おお。マオヒット。ここ今いつもアイムですよね。おお。ちっちゃいコンビ、はい、146cm、 ストライク入ります。
ゲイセイ3番ピッチャー3番大谷、大谷来ます、もしかして大谷並み来ますマジかじゃあ、順当に言えば3番ピッチャー原修になるのかなあ、いいどうするで、いいじゃないすごい出せんすよ、ホームランだよ、ね、さあ、じゃあ5番ピッチャーの方がちょっとリアルやけどねどういいですよ、行く秘密費と戦いますよまあ、サンタコさんエラーですけどやば4番、センター、優作おぉマジかおぉ、いいね打順いいわいいですよね、バランスオッケーオッケーオッケーじゃあ4番ショート4番ショートかっこいいな一番好きっすよ結構やばいな、これ4番ショートっていいんすよねかっこいいかっこいい5番はいサードスポーツマンおぉサードですか嘘まあ右、左か左がちょっと欲しいわまあそうだねセカンド1番セカンド1番5番セカンド5番セカンド嫌いやんおーいいなぁ強くない6番ショートっていいな結構いい普通にいいちょっと大好きな気分あーすいませんこれもそのじゃあ6番で3番なんだオッケーこういう欲しかったですね中島たちファーストグッチまあでも結構いいと思うしゃっグッチこの前ヒット打ってますか確かにそうだじゃあいや、勝っちゃいいっすかいいと思いますマジ星野くん、ゆめ星野くんじゃないいや、なんか俺星野くん最近さ、あの人やったっけ星野くんこれは星野くんかな俺星野くんこれはねはいライトとレフト一旦ライトはあれかこちらキャッチャー寄せうわっじゃあこっちも八番キャッチャーいいっすかねそうだよな今日いいっすかねよ、八番カサキおおこのメンツの隣で村沢なしかいないですただ、作戦がありますから作戦言えないですけどこれが1回から全部出るとは思わないですじゃあ、何言うことじゃない今じゃあ、とりあえず控えメンバーもちょっと発表してもらってマラセンター控えメンバー、岩島マラシ出てないんだえけあの、一発で仕留めるこれがガンガン振っちゃうね知らないピッチャー言うけなんだろう一発で仕留めるんだったら仕留めたもんそれで多分流れは絶対来るそうやな上地さん、すんごい遅いボールバッキングのちょっと頭入ってるねでも正直あのインコース弱いんですよあの、ホームさ俺はでも、上地が上地さんいやちょっと、あの、いいあの、オーダー発表になりましたはい、ちょっと面白いですね、これあの、4日後どうなってるか、ちょっとお楽しみにまあ、あの、アッパレとか、クーニンズとかゴリラクリニックとかで出場してる大会なんででもあれっすよね、ゴリラクリニック、アッパレ、クーニンズクーニンズ右側でしたっけクーニンズは左側めちゃくちゃ強いっすよね。はい。あの、負けチームは、もう完全にサポートに入ってもらう。はい、次の試合。応援だ。試合がサポート。サポートやったり、ボールやったり。品川君やりますかね。そうそうそう。はい。あの、今日も、優作会ったんで、村里さん一人になりましたけど。はい。そうですね。僕はパンパーで頑張るんで。また、応援よろしくお願いします。はい、じゃあ、また当日、ありがとうございました。いい感じですね。うん、丸橋村里さん、応援や控えにいる。そうだよね。ここあれですね。ここ2回ですね、2回3回村島の評価がみんな高いないや、村島さんは高かったですあいつ打つよあいつ打つし意外と取る